ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします、はい、A69 助さんから頂い,いておりますこれもまた難しい問題ですねはい強制労働で新日鉄住、えー、金に、えー、賠償命令出た はい。いこ,これ韓国の、はいはい、話ですね。朝鮮半島の植民地時代に日本の製鉄所で強制労働させられたとして、韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、ソウル交際は10日、この同社というのはまあ新日鉄住金のことですに請求通り、えー、全部でこれ4億ウォン。 3500万円の支払いを命じる原告証書の判決を言い渡したそうです。他にも同様の5件の訴訟に加え新たに提訴する動きがあるということです。この決定が他の訴訟にも大きく影響することが 予想されます。うん、そりゃそうやもんね。はい。4人だけど違いますもんね。そう、これは。強制労働させる。今度はもう、あの、じゃあ僕もとか私もとか、逆に韓国以外の国とかだって言、はい、言い出すですよね。それはもう、ね、影響は大きい話ですよね。三河原人百9 6 5年の日韓請求権協定で消滅したと言ってまいりましたが、これ、国際、 感覚が違うようですねということですがまあ国際感覚が違うのか司法というものがやっぱり独自に判断してしまうということこれはまあ日本でも、ね、司法の独立ということがありますから政治的な動向はどうこうでしょうがうん、うん、というのは日本で言うならばあれです大津事件の時のニコライ2世が津田三蔵に襲われた。はい、こえ そんなあの、ロシアの一番偉い人を、あの、殺害しようとしたいのは、これはもう死刑戦と、日本が植民地にされてしまうぞ、いうようなことが起こったと、もうみんなが、これは死刑や絶対津田んぞは死刑にしゃべかーんって言ってたけど、いや、あの、法律条文上、あの、ちょっと謝めただけですから、まあ、いわゆる、傷害罪ということにさせてもらいます、という国の。影響力の大きさによる罪の大きさを、うん、で、 測るののののとととそそううでではなくもも、うん、やったこここれは司法の独立いうことですよね、はいはい、だから、まああの、この方もさっきも書いて千九百1965年、何が起こったかと言いますと、まあ、日本と韓国が話し合ってです、ね、はい、それで、まあ、いろんなことがありましたけれども、例えばもういろんな人の財産も奪ったりとかいうようなこともありましたが、はい、その財産、個人の財産請求権は、日本が5億ドルの経済協力を韓国政府に行うこととする でこれでもあのいちいちのいろんな個人のことはこれでもなしにしましょうよという話し合いが行われたわけですねはいはいこれはもう65年のことですから日本も韓国もまあその時代戦前のこう上から目線ではないところでのまあお話し合いでしたとまあまあ書いてあるんですけどねですからまあこれで終わったと違うかいのが1965年のことですはい、はい ところが今の、うん、裁判が行われてですね、うん、いわゆる強制労働によって働かされた、はい、その分の補償をしてくれと、はい、いうことは1965年でも日韓の間で終わってるんじゃないやろうかということですが司法というのはそうは見ていないというところでしょうね、はいえー、ザリガニ君、うん、ソーダージさんから頂い,いておりますけれども「えー、戦時徴用で賠償命令不正」えー 不請求協定で解決済みがす、すぐに保護にされては手立てがないわな、いちいち反応してたら次々に請求してくるのは間違いないからさらに仲が悪くなっても無知せなあかんわな、と。まあ、この人は言ってますけどもね。果たしてこういう決定に対して私も専門家ではないから無視できるのかということですね。うん、うん。無視したら何のために裁判やってんやと。はい。ねえ。 まあ、そのことについても、請求権に関しても、今回、触れているようで、うん、あの結局、そういうことがあったけど、かあの結局、そのあたりのややのあの時代の時のその決定っていうのは、うん、今の韓国の中ではそれは認められないみたいな、うんうん、もうあの無視してるというか、それはもう。 あのおその判決自体、その約束自体がおかしいことなんだからっていう、うんうん、そういう論理みたいですねそういうことですね、うん、まあ、しかしあの、こういったことによって、日本がすみませんでしたと言って、いろいろご迷惑かけましたといったお金がです、ね、うん、韓国の今の繁栄につながったことは、これはあの確かなことでもありますしね、えー、でそういったことはその個人の方にあにうまく向けられていなかったと。 国の繁栄ではあったけど、個人の繁栄に対しては、あまりそれが生かされなかったという国内事情があるかもわからない。それは国際問題ではなく、韓国の国内問題ではなかろうかっていうのね。という意見も日本の中にはありますし、うんはい、それでもやはり韓国の人たちの心の中には、普通と沸き起こってくる気持ちがある。うんはい、あ国際問題ではないにしろ、うちのお袋なんかですね、はい、あの戦時中に学校に行かずにですね、学徒動員で あの学国の主人が強制労働みたいな学徒動員で勉強してる暇があったら工場で働けということでガンガンに学徒動員かけられて、はい、でしかも適正用語は使うない,いうことですからうちのおふくろは全然英語の知識ないですよ。うん、うん。それもあの時代のあれで被害者ですけども。はい ああいうのも本当は何とかなあと思うんですよね。言い出したらキリがないぞというところを何かのまとめがある。それが1965年のそういうことではないだろうかとか、いや、あんなものは何の反映もされていないと言うんだろうか、というところがまたこういう裁判となって今現れております。